さまでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。まあしんどそうな球打ち合ってましたね。いやあの、うん、落ちますね、うん。思った通りですね。思った通りの落ち方。本当にその手のスピンのさじ加減がもうちょっと高く、ちょっとまっすぐ。いやいいですね。乗る。すごいですね。ショートアングル最高ですね。あれってでも結構かけようと思ってかかる弾道じゃないですか。そうですね。多分2人ともいつも通り、はい、多分ま、まっすぐ目でこう打ってる中で、はいはい、うん、なんか集まってるイメージでした。まっすぐ打ってるつもりが、うん、少しずつこう落ちてくれる、足元に沈んでくれる、ストロークタイプ、ボレー対ストロークして、ボレーの、まあ、ちょっと話をしなきゃいけないっていう状況だけど、多分ストロークで打った時のその沈め感のちょっと感動が続きますよね。間違います、間違います。ふきさんのここに落ちるボール、あんま見たことないです。でしょ、落ちないもん。間違いないです。行っちゃったことはあるけど、あんなに綺麗にこう弧を描いて落ちるってなかなかないですけど、うん、ちょっと切られ侍の視点からも言っていいですか。あのボレー打つ人のそのセットの高さが普通あのネットより 高めで2人ともセットしてる、うん、肩口ぐらいのラインで結構ネット下でそっから見ててネット下で構えてるからロンボレー多めですよ。多めですよね。しんどいんじゃないかな。腰下ぐらいが多いですね。じゃあボレーのコメントましょう。そのままストロークのコメントで終わっちゃいそうです。じゃあ佐野さん、はい、お願いします。でもまあポリのカットだったんですけど、やっぱり乗りますね。スライス系乗ります。縦回転も十分に来ます。収まります。高めのチャンスボールとかかなり収まって、あれちょっと吹かしちゃったかなと思ってもしっかり入ってるので、あとバックの回転系のボールなんかかなりスライスかかってて良かったと自分は感触的に思いました。受け手でストロークの話をすれば、やっぱりこう数分でちょっといい球打ってるよ、はい、ちょっと足も沈んでるよ、でもちゃんとこうスライス用のタッチでこうバットを持ち上げてくるようなボレーなんかがやっぱりこう切れてくるし、はい、持ち上がってきてるのを見ると落ちてからのこの伸び感、スライスでこうちょっと押してるよっていう感覚があるからこそのちょっとこう伸びっていう、はい、うん、結構伸びてくれるんで、自分いつもネットよりもちょっと高め狙ってるんですけど、これだとどうかなってネットギリギリのところを狙ってるんですけど結構伸びますね。ちょっと上がってくれる感じしますよね。はい、出るので、バットに乗りますね。多分乗るっていう感じがあるからこそ、この持ち上がるって感じですよね、ボレーも。実はもう一人切られ役いたんです。コメントもらいましょうか。そうですね、せっかくなんで。さっきストロークの時にも言ったこの厚みのある系統のラケットの弾く感じのスピード感のあるボレーとはちょっと違うボレーがいきますよね。押して飛んでるよねっていう感じが分かる。ちょっとイメージ的にボックスっぽい乗り感、うん、まあ、ボックスの乗り方とまた違うんですけど、うん、しなり感はないけど、まあ、ないけどこのフェースのたわむ乗る感じの押す感覚がしっかり出せる。これは最高ですよ。すごい。それがあるからこそこうしっかりボールが飛んでくれるし持ち上がってくれるっていうところのアシスト感、ストロークの時にも話した弾道のこの上げ下げの話の中のボレーもやっぱりボールがもちろんある程度持ち上げたりとか高いところで言えばちょっと下げ下ろさなきゃいけないといった時なんかのこの高低差をうまく作る時にこの乗ってる感覚っていうのが非常にポイントになってくると思うので、そういう部分でこの SX の良さっていうところが出てくるんじゃないかな。ボレーでもこの高低差をうまく使いやすい、持ち上げたいと思った時にしっかり抑えたいと思った時のこのコントロールのしやすさはボレーでも多分出てくる。やばい。だからさっきあったのは、実際あったのはこう構えてここら辺かなと思った球が手前に落っこっちゃうからちょっと打ち方としてちょっとあの情けないけどこういう打ち方になっちゃったりとか、落とそうと思った時に逆にこう最初に下げてるのにもうさらに手前に落ちちゃうからもうこの後どうしようもなくなると、木材よりもかなり手前に落ちてるなっていう感じがしますね。結構こうしっかりグリってかけてないですよ、うん、そうですね、前かけてないんですよ。素直に打ち方見てるとそうなんですよね、はい、自然とこうナチュラルに手を出してるのに、はい、ストンと落ちてくるので、はい、やっぱこのギャップは結構受け手としてはあると思います。すごい。ダブルスはレアですね。ダブルスですよ。ダブルスはあの沈められる球っていうのは、はい、ということで、まあ、ちょっと引き続き同じインプレーに関してはちょっとダブルス編の方も設けたいと思いますので、はい、その時もよろしくお願いします。なんかそして背負ってるの、ひらかに背負わされてるやつですか。ひらかさん、これ何？12月に発売するラケットバッグです。
まあ、12本入りのラケットバッグですね。あとバックパッキー、まあ、あの SX のデザインに合わせたモデルになってます。12月発売で、まあ、あとはおいおいですけれども、皆さん足元にもね注目いってたと思います。また今度ダブル戦でですね、新しいダンロップのアクティベクターも非常に履き心地も良くなって、はい、気持ちもいいですね。フィート感良くなってると思います、はい、ここら辺も次回、はいはい、説明させていただければと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。はい、ということで今回は SX の300ツアーを今度こそもニンプレストローボレットさせていただきました。続きはダブルス編の方で、はいはい、またお伝えしていきたいと思います、はい、次は4人でちゃんとニンプレしたいと思います。はい、OK です